ダウンはですね、抜群の保温力があるのに軽量かつコンパクトになることが最大の特徴です。まあ、それでいて調湿性があるので、あの衣服内を常にこう快適に維持してくれるという特徴があります。ですので冬の、まあ、スキーをはじめとするアクティビティには欠かせない存在で、まあ、今もいろんな中綿が開発されてるんですけども、ダウンに匹敵するような機能性を持つ商品というのは開発されておりません。羽毛は食肉の副産物なんですけども、まあ、近年は経済活動を優先するあまりに、あの水鳥の生育期間というのがすごく短くなっています。まあ、その短くなることによって早く出荷されてしまいますので、良質な羽毛というのが取れにくくなっているのが現状です。良質なダウン素材を確保するために国内屈指の羽毛専門メーカーである川田フェザーさんとリサイクルしたダウンの活用を進めております。リサイクルされたダウンは保温性、それから圧縮回復性も新毛と同等もしくはそれ以上のクオリティが確保されているというようなことが様々なテストで実証されています。川田フェザーが拠点を置く場所は日本の中でもドライな気候と軟水の地下水に恵まれています。その水と川田フェザーの洗浄技術によって微小なホコリや汚れが取り除かれ、清潔でクオリティの高いダウンに生まれ変わります。ダウンの特性を最大限に生かすべく、例えばですね、背中の部分をシープドバッフル構造というようなゴールドにオリジナルでダウンの偏りを防ぐような設計にしてたりですとか、ダウンチューブと言われるものを襟の部分だったりフロントのファスナーの部分に装備することで冷気が衣服内に入ってくること、それから衣服内で温まった空気を外へ逃がさないようにするような工夫がされていることですとか、適材適所で例えば袖のダウン量、身頃のダウン量っていうのを変えてることによって保温性は維持しながら、まあ、可動域ですね、運動性を保つような設計にしています。ダウンは品質も高く未来へ残していくべき価値ある資源です。ダウンの回収などを行い自然への理解や愛着を深めていきたいです。